信して今のその時の体調について放射線説明する仕事の内容ももしかしたら放射線関係の仕事に就いてるかもしれないし、そういうこともきちんと記録としてね、その手帳に残しとくようにすれば一番いいじゃないですか。そんな難しいこと言うてないと思うんですけど。ちょっとちょっと別のね、参考もちょっとにしてもらいたいんですけども、JCO 臨界事故がありましたね。ほんで、あの場合ね、50ミリシーベルトなってないんですけども、JCO の方に、当時の、2007年でしたけど、私たち一番近いところでは、原子力安全委員会の方から、事務局から JCO に調査してもらいまして、そしたら離職者も含めてね、健康診断やってるということですわ。で、離職者は近辺は工場に集めて、そして遠いところの人は近くの医者で行って、その費用を請求すれば JCO から払い戻すというふうにね。だから離職者の健康診断、会社の責任でやってるんですよ。で、この今度の事故はね、そうなってないでしょ。50ミリシーベルト以下の人はもう何にもないでしょ。相談だけでしょ。だからもう一つ、東電がこの前ね、話がありましたけど、50ミリシーベルト以上の人のがん検診は東電の費用で行いますというふうに なりましたよね。厚労省さんは必要ないというと指針作ってるでしょ。で、現実に東電はそれ負担するって言ってるわけですよ。だから国の決めてる指針ね、あれもうや改定してくださいよ。見直すことが必要だと思いますよ。だから一つは離職者はもう全員ね、健康診断やるいうことですよ。含めてね、から健康診断全員いいことですよ。がん検診もこれ今度 の事故の手帳の関係で指針の中で一つだけ評価できるのは、在職中からね、がん検診をやっぱり今後やっていくということになりましたよね。線量は限定されてますけどね、これはだから少なくとも厚労省はある程度の線量であれば、がん検診在職中からやらなあかんいうことを公に認めた制度として認めてるわけですから、これ別に原発緊急被爆者じゃなくてもね、一般 の原発被爆労働者の検査の中にもがん検診入って当然じゃないですか、ね、だから今言ったようなこと、公務員のことも今質疑になってますけど、ちょっとそれも参考にしてね、ちゃんと検討し直してほしいと思います。見直すということになってますよね。どうですか。国家公務員について、放射線に被爆する恐れのある業務が、特別健康在職中の特別健康診断の対象になっているという点についてなんですけれども、これ実は昭和40年代に制定された枠組みでございまして、当時の知見に基づいて考えると、放射線に被曝する恐れのある業務というのは、万発性の、がんなどのですね、発症の可能性があるというふうに考えて、そういう制度を作ったものと思われます。で、その後、現在のその知見、科学的知見に基づいて、厚労省さんがいろいろ先ほどお答えになっていたと思うんですけれども、厚労省さんの見方をするわけではありませんが、当方としてその厚労省さん の最近の知見に基づく見解を否定する何かを持っているという、持ち合わせてはいないというふうに一応ご説明はさせていただきます。ちょっと反論しますけど、今度のね、福島事故をに当たったね、国家公務員に対して健康手帳をちゃんと交付しなさいって言ってわざわざ出してますよね。通達指示っていうのを新しく出してますよね、事故を踏まえて。だからやっぱり意義認めてるんじゃないですか。今の説明ちょっとおかしいですよ。現実にやってるんですから、必要なければやらなくていいわけでしょ。やってるってことは必要性を認めてやってるわけだから、それはちょっと今の説明はちょっと現実に合ってないと思いますよ。健康管理手帳については従来から放射線に事故を踏まえてわざわざ通知してますじゃないか。ちゃんと今度の事故に当たった人については手帳を交付しなさいよっていうふうにちゃんと出てますよ。新たに放射線業務ですね、従来のそれと合わせて、対象にするということは確かにしております。はい、だから必要だったりしてるわけでしょ。別に線量なんかそこ決まってませんよね。あんまいらんこと言わんほうがいいね。それ無駄金やってるんだったら問題になるよ。それ今日今安倍先生いないけど、だって23これ改正してきてるでしょ。別に必要ないことはやめてるでしょ。先から厚労省も人が足りんじゃなんじゃら言うてるんで、無駄な手帳やったらなくしなさいよ。じゃあ
違うでしょう。だからさっきも言ってましたけど、検診やりゃいいとかね、お金かけりゃいいって言ってるんじゃないですよ。それも皆さんが不安を感じてるのをなくすためにきっちり記録を取って、ね、労働者の健康管理手だって悪いけど、石綿も人肺も交付するのはいいけど、受けない人だっていっぱいいますよ、それは。ね、だけど、そうじゃなくて、やっぱり不安だっていう人がいつでもかかれるような仕組みで作ってるわけじゃないですか。国家公務員だってそうでしょ。もし不安ありゃ、それは行かれる方多いと思いますよ。わざわざ手帳作らなくても。だけど、あえて作ってるっていうのは、そうは言っても自覚されない方もおられるし、ね、決して無駄ではないからきちんとやろういうことでやってるんじゃないんですか、やっぱり。同じことですよ、だから。明らかにリスクがあるんだったら、それはもうすぐ健康管理手帳パッと作るべきで、本来のね。だからそうじゃないレベルでもやるべきじゃないでしょうか、やってくださいよという要請をしてるんですよ。ぜひ検討してくださいよ。だからこれ人事院がやってるような参考、非常に参考になるやり方があるじゃないですか。検診省略の話じゃないですか。はい、検診省略の話。いや、それ知ってるって、そんなことはいいんじゃない、言い訳じゃなくて、やるかやらんかの話。人事院さんの実際の運用としてはですね、ご案内の通り、平成元年にもともと健康診断の運用は全省庁的に、5ミリシーベルトを超えない場合というのは基本的にほとんどやる必要はないという大原則論として変わっています。それですので、現実問題としては国家公務員について、その職務を離れた方について健康診断、いわゆるそのなんていうんですか、その過去の被爆歴の調査以外については実施されていないというのはほとんどそういう状態になっております。ですので、別に今の官民格差とかそういうことは別にないということです。それから問診についてもちょっとございましたが、まず問診につきましては、一般健康診断を在職している限りは1年に1回受けていると思いますので、そちらに当然入っている。どこの産業医、どこの、ね、定期健康診断の予防医学協会に例えば頼んでたら、そこの人が30年前に福島原発で働いてましたねなんてことをいちいち聞くような丁寧な定期健康診断がどこでやってるんですか。問診は入ってるよ、それは健康診断なんだから、はいはい、ねえ、問診というのは別にその労働者自らでこういう健康不安があると言ってそれを相談することももちろんできる場ですから、そういうことがあるんですよっていうのをもちろんお医者さんに言ってちゃんと言ってもらうことは全然可能です。問診とのやり取りなので、お医者さんから質問されなかったことは一言も言っちゃいけないような場ではありませんから。ケーキになるでしょう、手帳を持ってる。だからあなた、人肺の健康管理手帳でもね、ろくに問診しない医者山ほどって、みんな不満持っていっぱい相談来てるの知らないんだろう。現存の健康管理手帳のもんでも、検査しました、何週間も経ってから異常なしですというの書かれるだけでね。ほんで、その間も具合悪いから言うて、労災請求するような人だっておるんだよ。十分活用されてない実態。ね。だからなおさら普通の一般の定期健康診断でね、職歴を聞くような、ね、医者なんかいないんだよ。それいちいち、じゃあ今の職場のことだって言うか言わんか迷ってるんですよ、労働者は普通ね。な、過去働いとった会社のことで、しかもだ、ね、何らかのリスクがあると思ってりゃ、なおさらそんなことをなんで関係ない会社の健康診断で口にできるのかよ。なんか勘違いしてんじゃないか、民間企業の労使関係を。何にも分かってないんじゃないか。前、人肺ある、粉塵職場で働いてましたなんてことを、きれいなところで働いておくの会社で、誰が言うんだよ、そんなこと、健康診断。問診の実態については、ここで議論してもしょうがないと思いますので、それから40歳以上についてはですね、一般的な地域の健康診断というのは、基本的にがん検診ございますので、当然それは国民健康保険に入っていれば、基本的に受け入れるというものです。あと、被爆管理手帳につきましては、まさに国家公務員の管理手帳に準じた制度ということだと思いますが、これはいわゆる事業者が自らやっているということで、国家公務員という国というのは別にその、労使関係で言えば使用者なので、それは使用者として被爆管理を行うための手帳をやっていると、それは東京電力が社員に対して被爆管理手帳をやっているのと同じなので、そういう意味で別に官民格差がある、そういう意味ではないということです。それから JCO について行う、ちょっと待って、全然じゃあ言ってることはすり替えないでよ。東京電力の社員の話でしてるんじゃないで、下請けでコロコロ変わるから、だから難しいって言ってるんじゃないですか。東電が原子やるようになったからえっちゅう話をしたんじゃないですか。ちなみにで、今さっき立部さん言っただけですよ。ですね、私が申し上げたのは、あとは問診の議論してもしょうがないんじゃないで、あなたが認識がないから言ってるんだよ。議論してるんじゃないで、実態を知らないから指摘してるんじゃないか。ありがとうございます。本人が言えば大丈夫だなんていうふざけたこと言うなよ。じゃあ何のための健康管理手帳ですか。
そんなこと言ったら、だって退職したらみんな国民健康保険に入る人がほとんどだからね、がん検診やってるからそれでいいっちゅう議論になるじゃないか。なんでじゃあ石綿の健康管理手帳があるんですか。石綿の健康管理手帳は一般のがん検診とは違う項目の検診の項目がありますから、検診の項目は全然違いますから。項目が一緒でもそこで問診がろくに行われてない、作業歴のチェックがされてないという実態を言ってるんじゃないか。わかりました。ただ今は項目の話だと思いますので、それからあとその放射線、それとさ、あなたが答えていいの、健康管理手帳は彼が答えてたんだけど、あなたが権限持ってんの今答えて。いい、違います。違うんだったら違う人答えるのに。健康管理手帳について神田さんがさあ回答したんじゃないの。役人にしては珍しいな、横やり入れるなよ。神田さんお願いします。はい、健康管理手帳に関しましては、まあ、考え方はでその、まあ、おっしゃられてたそういう問診が十分行われてないとか、そういう ご指摘についてはそれは受け止めさせていただきたいと思います。はい。で、はい。で、また、その、健康管理手帳のやっぱり枠内でしかお話をすると、まあ、今までの回答のあれになるんですけども、ただ、まあ、健康管理手帳のその考え方っていうのは、その、やはりあくまでその非常に特別な状況であると、まあ、特別にこれがお仕事で、この通常、まあ、やれないようなものがあって、で暴露しないものがあって、でその結果まあ、明らかに一般の方と、まあ、差があると、まあ、それ大きな差があるというところを守って、まあ、決めているというものです。ですから、まあ、はい、はい、はい、ちょっといいですか。私福島第一原発で働いております。でその後除染の、仕事もしました。小坊さんと一緒なんですけど、で健康管理手帳の話でいうと、まず311の緊急作業の時の自衛隊の隊員や機動隊や消防官というのは、相当抗戦量も食らってます。で、退役します。退役したらじゃあこの扱いはどうなるのだろうかということは、僕たち、現場で働いている原発労働者もものすごく気にしています。で今の話を聞いていると、退役したらもうあんまりやんないんじゃないかという話ですよね、公務員ですら。でですね、ね、そういうこともまず身内の公務員すら大事にしない、被爆労働の現場で。で、なおさら民間の私たち東京電力で、あればいいんですけど、下請けの下請けの下請けで働いている僕たちは、このような管理制度が今放射線管理手帳というのがありますけど、本当にこれ単なる記録するだけのものにしかなってないです。で、現場の労働者、現場の被爆労働者、除染労働者も含めてなんですけど、これはぜひちょっと被爆管理のきちんとした手帳というのを放射線影響協会というところに丸投げをするのではなくて、ちょっと国ぐるみで、政府ぐるみでちょっとこれは考えていただきたいというのがまず1点あります。で2点目なんですけど、この基調の制度がですね、今厚生労働省から特別な抗戦料を浴びた人だけカードをもらって、年に1回だけがん検診受ける特権があるカードがあります。でもこれって全体の本当に数パーセントにしか満たなくて、今まで約3万人弱原発労働者収束作業員働いたんですけど、大方実はこの年に1回のがん検診を受けられる制度すら受けられないんですね。で私の場合で言いましたら、もう離職したらもうまた、まあ、原発に入るとかいうことでなければ電力検診すら受けないまま多分ずっと行くんじゃないかな。でこれはもし今収束作業の中で、ものすごい僕たち被爆してるんですけど、この、まあ、やっぱ将来不安がありますから、これについてきっちりと管理する制度を作っていただきたいなというのが、この健康管理手帳では、それは自衛隊の退役者だって後を追ってちゃんとやるべきだと思いますし、そういう意味で、
こういう、これについては本当に、やってもらわないと収束作業っていうのが、本当に、怖くて誰もやらなくなってしまうなというふうに思います。ちょっとあの誤解があるようですので、一つあのご説明させていただきます。あの国家公務員については、人事院がすべて所掌しているわけではなくて、あの自衛隊員については特別区の国家公務員でございまして、あの私どもの制度がかかるわけではございません。で、あの自衛隊の方は自衛隊防衛省の方でですね、あの別途あの何らかの検討しているものと思われますので、私どもの方であのお答えすることはあのできないということです。それから消防隊員についても、地方公務員でございますので、これも同じ公務員ではありますが、あのむしろ地方公務員は労働安全性法が適用対象になるものだと考えて承知しておりますので、あのそれもまたあの別の話になるのではないかなというふうに思っております。今のちょっとじゃあ、質問に対して一旦まずあの厚生労働省の方から、ね、あの直接来てここに訴えていただいているわけですから、現場の話も含めてね、ぜひ聞いていただいたと思うので、ちょっとそれ安井さんでも岡田さんでもいいんですけど、お答えください。ご案内のとおり、その緊急作業従事者については無長期健康管理の指針というのがあって、まあ、対象は約2万人、まあ、を対象にしている制度としてございます。でカードは一応全員2万人全員に送っているという形で、一部送られていないのは 手違いはあると思うんですけど、一応あの緊急作業従事者には全員カードは送ります。ただあの手帳というのは別にあって、そのおっしゃるようにがん検診を受けられる方というのは50ミリシーベルト以上、もしくは100ミリシーベルトというちょっとあのそれぞれの項目が違います。それはそういうことで、あのおっしゃるようにその対象者が少ないというのは確かです。それ何人、ごめんなさい、現時点でね、今その手帳ですよね、その特定緊急作業従事被爆記録手帳、これを送付された人数って今現在どのぐらいですか？今陸続として送っているところでございますので、ちょっと 今の人数っていうのはまあパッと出ないですけども、ただあの基本的には100ミリを超えた方については、あ50ミリを超えた方には全員送るということでございます。それは調べればもちろんそれはあの分かるんだけど、大体今どのぐらい送ってるの、何割ぐらい執行されたか、私のやってるカードはもう基本的に全部送り終わったんですけど、手帳は今やってまして、まあ、私の知ってる限りとかの、まあ手帳の山があの我々の部屋に段ボールになって、それが刻一刻減っておりますので、もうほとんど部屋の中残ってないので、あの一部 その住所がわからないとか、そういうトラブルがない限りはほとんど手元に届いている状態じゃないかなと思っています。あ2点問題があって、まず50ミリ以下、もう40ミリとかあったら入らないです。あの40ミリ浴びてるような人は結構ザラにいるというのと、あとまあごぼうさんはあの10ヶ月で20とか、まあ、私の場合だったら月に3ミリとかいう感じで浴びるんですけど、あの緊急作業の区切りっていうのが2011年の12月15日の、まあ、宣言を持って、収束宣言を持って多分切り替わって、それ以降に従事した人はいくら抗戦料を浴びてもあのもらってないというのがあるんじゃないかなというのと、あとその50という区分けで本当にいいんですか、つまり収束作業、同じ収束作業をやっていて、そういうあの分断を持ち込まれたら、まあ、あの本当に困るな、たとえ1ミリ浴びようとも5ミリ浴びようとも年間、少なくとも今従事しているもしくは退役した人については全て同じような制度をきっちりと適用してもらいたいというふうに思っています。私はちなみに 2F で働いていた、つまり福島第二原発でその当時働いていたということで私は来ておりません。私は12月15日以降は 1F で働いていますが、 1F で働いていてなおかつ12月14日まで働いていた、しかも抗戦料を浴びたというような、限定限定限定というような形で、足切りをされると本当に困ります。じゃあ関連していいぞ。アスベストセンターの斉藤ですけれども、やっぱりあのこの際ですね、健康管理手帳についてやっぱり見直しをしていただきたい。さっき神田さん、あの ICRP はその100ミリシーベルト以下はですねということを言ってましたけど、
あの ICRP はその100ミリシーベルト以下も確率的影響が識値なしのモデルというのを、ね、取っているわけで、やっぱりちょっとおかしいと思いますし、それから白血病の労災認定基準は年間5ミリシーベルトですよね。それからその石綿に関して言えば別にリスク2倍ということじゃなくて、例えば石綿作業10年とかですね、医学的所見がなくてもですね、手帳を出しているし、あるいはプラークだけというのは別にリスク2倍に当たらないというふうにされているわけですから、ですからちょっとそのあたりの整合性がやっぱり取れてないと思いますので、この際その見直し、それから特にその、福島だけじゃなくて他の原発もその重層下請け構造の中でね、やっぱりこれ闇にどんどん潜っていっちゃうというか、これやっぱり希望する方がちゃんとね、健康診断を受けられるように、この手帳の制度をぜひ考え直してほしいというふうに思います。お答えください。当然手帳に関しては、まあ、リスクなども総合的に勘案して接種の対象をですね、まあ、決めているということでございます。で、別に例えばその先ほど石綿 の作業従事歴があればリスク関係なくとおっしゃってましたけども、あれは作業従事歴があれだけあればリスクが2倍あるというようなクライテリアっていうんですかね、なんかそういうのはまあ、そういう知見があるというのを持って制度をしたので、別にそこはリスクとは関係ない形ではないということですよね。そこが前半に書いてある通りなんですけど、そこ誤解あるんです。前々回からその話2倍に言われてるけど、そう、あのね、作業だけじゃ2倍じゃないんですよ。海岸と石綿の因果関係のところで発症リスク2倍っていう議論が出てるだけで、例えば胸膜プラークがあれば手帳出ますよね。胸膜プラークがあったらリスク2倍なんで、どこにも誰も言ってませんよ。だからその全てが、だからあれは中濃度暴露だったら証券なくても落ちますよね。それ中濃度だったら2倍ある、中濃度だったら中高濃度だったらとかいう、そんな議論は一切ないですよ。それをなんか2倍ないと健康管理庁出していかんいうようなね、リスクが言われた、そちらが言い始めた話なんですよ。そんな話あったかなって全部調べました。そんなこと誰も言うてないじゃん。で、唯一見つけたのが石綿肺がんの話ですよ。だから健康管理手帳のリスクがどのぐらい上がるから手帳出すなんちゅう統一の基準なんかないですよ。だからそれはその、例えばクロムならクロム、石綿なら石綿、粉塵、他の粉塵なら粉塵に応じて健康管理手帳っていうのを必要に応じてね、出してるっていうのが実態ですよ、これまで。だからこそ今回の福島についてはね、リスクが 1.5 倍だろうが2倍だろうが何倍だろうがですよ、幅広くきちんと健康管理手帳っていうのでね、やったらどうですかというのを要請しているわけです。ご要請 の趣旨は重々承知しております。で、まあ、でそれで手帳の考え方も変えるべきではないかというご指摘も、それはそのご指摘として承ると思います。で、ですので、まあ、リスクっていうもんで確か並びを考えると、まあ、こういう考え方があるということで、まあ、リスクの話が出たと。で、ただそのリスクだけで全てを決めているといったような覚えは私もないので、まあ、だからそういった意味では、まあ、それが一つ の、まあ、リスク、確かこう前回か前々回かよく覚えておりませんけども、ご指摘の中で石綿とリスク同じリスクで交付することというようなご指摘があったのを受けて、そのご回答としてその2倍という話が確か出たものかと思います。ですので、そうだけどそれが違ってるでしょってことをまた指摘してるんで、ただそれ、ただその当然その手帳の関係についてはそういうのもあり、かついろんな知見を総合的に判断して、まあ、決めているというものです。で、まあ、だからその全くそのリスクをじゃあ全て考えなくていいかと、放射線の場合は考えなくていいかということになると、それはやはりちょっと違うのではないかなというふうに思います。で、放射線に関してそのリスクという話になると、まあ、何度か申し上げた通り ICRP の考え方があると。で、それを、まあ、例えば石綿の時に考えた 2.0 2倍だという話なんかと、まあ、並びを取るとですね、大きな差があるとということですから、まあ、そういった意味ではその現存 の健康管理手帳 の対象とするのはやっぱ難しいんじゃないかというふうに考えているということです。で、あとはその
まあ、まあ、おそらくそういう話ではなくて、おそらくまあ、ご質問の、まあ、ご趣旨としては、もう先ほどからおっしゃっておられる通り、まあ、いわゆるそういう健康管理手帳という枠ではなく、その広く放射線業務に携わった人に対する健康管理をどういか考えろということだと思うんですね。はい。で、それに関してちょっと私の方がなかなか明確な回答はちょっとできないので、手帳のことでって言われてこう回答しておりますので、それはそれとして、まあ、ご指摘としてそれは、はい、受け止まりたいと思います。はい。今せっかくね、彼も来てもらって長期的な健康管理制度をどういうふうに、まあ、本来この制度というのは誰のための利益になるかということですよね。誰のためのものなのかということですよね。やっぱそこでその困難な中でね、その原発のその事故の収集作業、事故収束作業ですとかね、まあ、今後3、40年続く、まあ、とされるその廃炉をね、誰が担うのかということですよね。でそこで50ミリ、100ミリでね、そのがん検診をやるやらないとかですね、あるいはその離職後のね、その健康管理もそのやるやらないということを、線引きする意味があるんですか。一応登録書を渡してみんなデータベースで一応管理をしましょうと、データちゃんと、乗っけていってね、長期的にやっぱりフォローしましょうという話になってるじゃないですか。でただデータだけですね蓄積されても、そのデータが自分たちにとってどういう意味があるかということがね、メリットとしてないと、そんなものやはりね持ってても意味がないというふうになっちゃいますよ。だったら月1回あるいは姿勢年2回2回ね、検診の案内やそういったものが来て必要であればやっぱりそれに対して不安を持っていって行って受診をするとかですね、そういうものがないとやっぱりこの人たちのね長期的な健康管理っていうのはやっぱりできないと思いますよ。その点、まあ、立ち上がってまだ、あと間もないというね、そういう、まあ、お話かもしれないけれど、実際問題として東電はすでに50ミリで待っても、がん検診やりましょうということで、費用を出してるわけですよね。やっぱそこら辺の問題があって、東電としては、まあ、その陰においてかもしれないけれど、それは東電の費用でやってるわけじゃないですか。だそこら辺について、もう少しちゃんと、どうしていくかということについて、現時点でちゃんとお答えいただきたいと思うんですけど、お願いします。ご指摘につきましては、今ご質問あった例の、まあ、例えば50ミリとかそういう話にだいぶ集約されるのかなという気がふうに伺っておりますけれども、まあ、この50ミリとか100ミリという数字、緊急作業期間中のですね、これはまあ専門家の検討会で、まあ、議論をいただいたんですが、まあ、そこでどういう議論があったかと申しますと、まず神田が先ほど申し上げました、まず ICRP の基準の範囲内というのにおけるリスクというのはかなり低いというのはまず大前提にありますと。で今回の緊急作業従事者についた方はその ICRP の基準を超える可能性があったわけですね、まあ、通常被爆限度を超えましたから。でそういう方については当然のことながら何らか その要するに ICRP がその想定していない世界ですから、 ICRP も緊急作業従事者については想定があります。そういう意味ではそうですね。それで健康管理については被爆通常の被爆限度を超えた社員じゃなくても想定してますよ。 ICRP は50ミリシーベルト以下、あれただ線量限度ってのはそれを超えちゃいけないという限度ですから、さっきの LNT モデルっていうのが ICRP の大前提ですから。はい、おっしゃる通りです。それはおっしゃる通り、それ健康影響についておっしゃる通りなんですけれど、例えば健康診断のような健康のモニタリングが必要なのは被爆限度を超えた場合に、そんなこと言ってないよ。それはモニタリングのところには一応その大体3つのパターンで考えられるというのが列記されています。地域で考えろって書いてあるよ。もちろんそうです。健康診断やらなくていいなんてどこに書いてあるんだ。やらなくていいとは書いてない。書いてないでしょ。ただそれに近いこと言ってたよ今。基本的には被爆限度を超えた方に、あるいはその妊娠中の月とかそういう方についてはモニタリング、もちろんそうです。被爆限度を超えるなってことおっしゃる通り、ただ緊急作業では超える可能性があるのでということです。でよろしいですか。それで今回につきましてはその ICRP の基準を超えている方についての特別の措置を取っているということです。で50ミリシーベルトなどを下回っている場合につきましては、まあ、言ってみればその、まあ、12月中その通りです。はい、野戦量は把握しております。手帳で記録してというか、その、まあ、電力測量の事業者が把握することになっておりまして、まあ、実態論として電気事業者の場合は放射線管理手帳という制度で今運用しております。年間、まあ、5.4 ミリかける従事年数、
でしたら、今労災認定がされる基準になってます、白血病の場合は。で、正直言いますと、僕たち収束作業をやっていて、本当に発症した時にちゃんと保証してもらえるのかなと。で、保証してもらえないんだろうなというような絶望感の中で作業してます。で、まあ手帳を作る作らないみたいなところでなんかこだわって、くれるのも構わないんですけど、そしたら本当に、僕たちの現場来て1ヶ月でもいいから作業してください。どんな状況の中で働いているのか見てください。現場を見てないでそのことを言わないでください。50ミリというふうに言っても例えば僕の友人で言ったら緊急作業で50ミリどころじゃないんです。もう100ミリ超えてるんですね。で、多分40ミリなんて言ってる人だって50ミリ60ミリ浴びてるんですよ。で、そのような機械的な50で区分けをするというよりも、これ人類で本当に初めての作業になりますから、まあ何回かもちろんありますけど、多分このような大規模な形でやっていくのは本当に人類で初めてのことなんですから、そこぐらいきちんと日本政府は、対処すべきじゃないかなというふうに、思います。で、この記録についてもちょっともう時間がないですから、本当に9番以降実はこう連なることなんですけど、内部被曝の記録なんかにしてもこれ、無理やり内部被曝を外部被曝に換算するということをやってるんですね。で、まあ、50年間の予託占領っていうふうにやってますけど、そもそも、CPM 値をですねそのまま、ベクレル換算してそれをまたシーベルトにっていう、50年間、まあ、半減期含めて予託占領っていうようなこのまあ現行の放射線管理手帳が全部シーベルトで、記載しなくちゃいけない状況になってますから、一応ここもですね例えば CPM 値で、きちんと記載していくですとか、で、あと私除染と、1F の収束作業両方とも受けたんですけど、東電のーホールボディカウンター、信頼性全くないです。これ東北大学の早坂先生もおっしゃってますが、1F の収束作業の実態にあったような各種の修正が本当に施されていない状況です。で、私なんかは普通に1500とか1600とか出るのですが、外で、受けますと大体、600とか、いう形で、本当にその差があまりにもありすぎるのと、あと除染作業のホールボディは環境省の調達した、最新鋭の機械ありまして、これはもう CPM で、記載は記録は出ません。全部隠し分析をその場でして、その隠しごとの、値を記録していくような状況になっていて、少なくともその環境省レベルの今除染作業でやってるホールボディカウンター並みのものを、収束作業の現場にまず設置したたしなくてはいけないのと、まあ手帳への記載もちょっと、無理やり内部被曝を外部被曝に換算するのではなくて、きっちりとした記録を取っていかないと、将来の数十年にわたって、記録を取っていったときに何らかの障害があったときの因果関係が突き止められないというふうに思います。今その厳しい現場で作業を考えると部分的な被曝っていうのもとても大きいと思うんですね。安井さんはその全身に換算してしまえば大したことないみたいな ICRP をそう言ってるみたいなの言いますけれども、やっぱり指リングをつけて測定が必要だみたいなことも言われてるけれども、やっぱり部分被曝っていうのもきちんとやっぱり
記録して捉えるべきだと思います。ちょっと大変ご指摘が多かったのであれですが、まず我々としてはですね、まさに長期その緊急作業従事者の方に対する長期健康管理は重要な問題だと思ってますので、まあ、それについては十分な対応をできるだけしていきたいというのはもともと我々としても思っています。で、私も原発でも3、4回入ってますので、まあ、大体皆さんがどういう形で処理されているかというのは大体存じ上げているつもりではあります。それで健康不安につきましては確かに労災を受けれるのかどうかというご不安があるということでございますので、そういった健康相談につきましてはフリーダイヤルございますので、そちらの多分手帳デザイン登録書をお持ちであればそれに一緒に同封されていると思いますので、そちらとご案内いただけるのと、あともちろん労災申請というのは、別途何かのトラブルがあったときには業務禁制に鑑みてですね、判断されるものについては労災申請というのはもちろんございますので、そういったものは当然制度としてはございますということでございます。それから内部被曝の予託線量につきましては一応ホールボディカウンターで測っているのは内部の被曝です、体の中から出てくる被曝でございまして、それをそのおっしゃるようにその予託線量という形で半減期を逆算してですね、今ここで受けこの瞬間に受けたのが30日前だとしたらきっとこれぐらいのベクレルになるだろうと逆算し直した上で、そのベクレルシーベルトの換算係数をかけて、でそこからまた50年間に逆算かけてやるという、比較的かなり複雑な計算するんですけれども、一応それで予託線量というのを計算をしております。で東京電力のホールボディカウンターについてまさに 1500cpm で他で受けると600というのはですね、まさにこれはバックグラウンド問題でございまして、まだあそこは実はですね誰も人間が育ってない状態でスイッチ入れても相当のベクレルが出るんですね。だからそういう状況もございますので、スクリーニングレベルというのは一定以上下げられないという実態もあるんですけれども、いずれにせよその、環境省さんが使われているものというのは多分キャンベラのやつだと思うんですけど、車載型のやつですね、同じものは実は東京電力でございまして、でその一定のスクリーニングを超えた方についてもそのキャンベラでですね、各種分析を行うということにはなっております。ただ今のところはそのスクリーニングレベルを超える方というのは昨年10月以降は出ていないという状態でございます。でございます。あと部分被曝ですね。で部分被曝につきましては、基準でですね、その一番危ないのはいわゆるベータ線の被曝でございまして、要するにガンマっていうのはここで受けても手で受けてもここで受けてもあまり変わらないっていうことを全部通過していきますので、差はないんですけど、そのベータの場合は遮蔽しやすいということなので、この手の部分と体の部分がだいぶ違うということですので、ベータ線がですね、大体ガンマ線の10倍以上あるような場合についてはガラスバッジをつけ、リングバッジをつけなきゃいけない、そういう基準がございます。で東京電力の中にもいくつかそういうところがございまして、例えば汚染水を処理してですね、そのガンマ線各種であるセシウムをこう除去した後に、残っているのはスロンジウムばっかりっていう状態になった時にこうフィルターを変えるような作業があるんですけど、そういう時はベータ被曝の方が支配的になりますので、そういう時にはリングバッジをつけております。でそれ以外の状態についても一応こう調べてみたんですけども、例えば汚染水であるとか瓦礫とかもですね、ベータとガンマの比用を測ってみたんです。ほぼ1対1ぐらいでしたので、ガンマ線で管理していれば被曝線量上そのいわゆるその透過線量限度を超えるとかですね、そういった状況にはないということは一応確認をしております。以上です。時間が、そろそろ来て、もう20分過ぎましたけれども、もう少しちょっとやはり時間があっていろいろ議論をしたいなというところもあるんですが、検討見直す指針のね、また見直すというふうに最後書いてありますよね。それについてちょっと見解。はい、指針につきましては、3年をめどに見直すということは確かに書いてございます。で、これは今後の知見を踏まえながらもちろん見直すということにはなるとは思いますが、それは一般論としてもちろんそうです。で、あとちょっと答え漏れですけど、50ミリシーベルト云々のところでございますが、ご案内のとおり健康診断というのはちょっと X 線を浴びる検査もちょっとあってですね、ですので例えばご案内かどうか分かりませんけど、 CT1 回見るだけでこの15ミリとか20ミリなんてこともあったりしてですね、であと胃の通しとかでも5ミリ10ミリ
ありますので、その例えば30ミリシーベルトしか受けてない人が5年間このインフルエンザを受けちゃうと、そっちの方があの X 線多くなっちゃう。厚労省の不作為だろ。いや、その国全体にそれやってんだろ。ええー、おさらかじゃないの、世界中の医療自覚を。それは厚労省の責任で何もやってないじゃないか。それもやれよ。はい。で、あのおっしゃる通り、それは受け止めさせていただきますが、いずれにせよそれが現状でございますので、まあ、そういったものも含めてですね、健康診断メリット、デメリットを踏まえて、まあ、あの専門家検討会においては50ミリ超えるものについてはまあ目の検査で、100ミリ超える方についてはがんの検診というようなあのことをしております。で、あのこれは別にこう金閣極上というわけではないんですけども、まあ、そういったそのメリット、デメリットも含めて、あとその ICRP が出しているそのリスクですね、100ミリ、ね、まあ、一生し生涯1シーベルトを超えた場合どうこうというのが彼らの議論ですが、それでどれぐらいのリスクが上がるのかと、まあ、その両方メリットデメリットをまあ勘案しながらですね、あのがん検診の対象というのは決めていくということになると思います。じゃあ小川さん、今最後実行占領です。あと、あとずれちゃうかもしれないですけど、まあ、とりあえずそっちのなんか難しいこと言っても分かんないから、まああれっすよ、こっちは将来なんか病気になった時どうしようっていう不安がある。で、俺なんて国民健康保険とか入ってないから金もないし、でその病院になって受けたくない、受けれない。でそれとあんたたちのやり方は俺たちに通じないから。で、あとあれっすね、将来何でもかんでも放射線のせいにしたくないですね、俺は病気になっても。でそのためには今からちゃんと不安なところがあったらすぐ病院行って、これは放射線の影響につながるかもしれない、これは違いますよってはっきりさせるために、それはそちらさんにもすげえいいことじゃないですか。だからちゃんとそれやらせろよ。でそれもうそれはすぐ対応しなきゃダメですよ。みんなそれが不安で抱えてるけど何もできてないから、それはもうちゃんと受け止めてやってください。それできるよ。やんなきゃおかしいよ。はい。で、現場見てるって言ってるけど、数回来てくれで言ってんねって思っちゃいますんで、よろしくお願いします。です。まあ、不安があるということは確かにあると思いますので、ちょっと健康相談の電話をぜひ使っていただきたいのと、まあ、ぜひその、今、東京電力から放射線管理手帳とか、あとその、入った時にレシートが出てると思うんですけど、まあ、ああいうのをきちんとせずに持っていって、置いていただきたいと、まあ、一応電算システムに入ってるんですけど、まあ、一応手元にも置いておいていただきたいということです。レシートはそうですね、おっしゃる通りレシートは一遍コピーしとかないと消えちゃいます。ただ放射線管理手帳は大丈夫ですけど、それはもらえるはずですので言ってください。メンテのヘルス対策でメンタルヘルスと皮膚疾患対策、まあ、ちょっとこれだけ最後なんですけど、1F、2F 両方そうなんですけど、僕らの職業病って何だか分かりますか。僕らの職業病、はい、肥満です。ストレス過食で、ものすごく、これは東電の、従業員であろうと下請けであろうと元請けであろうと、とにかく 1F、2F の収束作業に入っている人は、その作業に就くと太ります。ものすごいストレスの中で、さらされていると本当に、そういうような形で、過食で、に走って、で だいたい 1F、2F に、で働くと、もう10キロから15キロ普通でみんな太ってしまうんですね。それぐらいまず、ものすごいプレッシャーの中で働いているということは、ちょっと知っていただきたいのと、皮膚疾患ですね。皮膚疾患もこれ、メンタルなものとものすごく結びつきますし、実は1F の現場では特にニトリル製の手袋ってなかなか使わせてもらえないんですね。ラテックスアレルギーで、ものすごい皮膚疾患が多いんですけど、ニトリルは高いということで、経費節減ということで、僕らの現場でどん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 そういうような形でタイベックの材質がどんどん悪いものになっていったりとか、マスクの材質、全面マスクのですね、フィルターの材質が悪くなっていったりだとか、手袋もニトリルを使わないように、
申請制ですから事前に申し出をしないとニトリ流の、あのノンアレルギーの手袋を使えないんですね。これじゃあもうみんなあのあれですよ、ラテックスアレルギーで、全面マスクをあの手袋をつけて着用するんですけど、もうそのおかげで首の周りみんなあの、うん、皮膚腫れるんですね。でしかも J ビレッジに行きたくても J ビレッジの診療所行けないんですよ。下請けの作業員は元請けの作業員ぐらいまでですよ、J ビレッジ診療所に行けるのは。で僕ら何をやってるかっていうと、もう J ビレッジ診療所に行ったらクビになるから、あの途中で、ツルハドラッグによって、自分で皮膚の薬買って、そういうふうな対処をしてるんですね。でそういうことちょっと、なんだろう、現場の深刻な状況みたいなことについて、あのちゃんと取り組みして本当に欲しいと思います。あとねちょっ と回答漏れがあったんですよ。前半部分ですけれども、要請事項の3のね丸1ですが、この労災の発生件数等について、後半で回答していただけるって話だった。ちょっと忘れてたんで、すいません、ちょっとそちらの方を回答する。安全性部安全課の直野でございます。すいません遅れまして、労働災害の発生につきましてですけれども、こちらの方はあの労働者の傷病報告に基づき私どもとして把握しているところでございますが、例えばあの前回もはあの福島労働局の件数に調査かけ、福島労働局にまあ聞いて、まあ福島局の方で把握している件数ということを回答させていただいたところでございますけれども、それでは県外からの出張作業とかの件数が漏れているではないかと、確かそういったご指摘の趣旨であったかとご理解しております。まあ、そういったことで調査ができるかどうかちょっと検討したのでございますけれども、まあ、そもそもあの県外からの出張作業とかであった場合、まあ、傷病報告上ではありますが、あの第一原発構内で発生した災害であるかどうかということがですね、傷病報告ではあの必ずしもあのはっきりわからない場合というものがございます。なのであの、まあ、福島労働局はあの当然原発を抱える、まあ、まさに現地のところでございますので、それは特別に集計しているということで今回は集計が可能であったものでございますけれども、全国の本当に全国各地の出張作業で加えてあの事業上とかで一応のシステム上検索はございできることはありますけれども、東京電力という名前が入っているとは限らないということから、なかなかの全件をですね、全部を監督署にかけたとしてもこの正確な数字というのがですね、ちょっとなかなか取ることが難しいということをちょっとご理解いただきたいと思っております。私もとしてはいずれにしましてもあの福島労働局の方では特別にそちらの方は集計を行っておるということでございますので、そちらの方の件数をちょっと前回回答させていただいた通りということでちょっとご理解いただきたいと思っております。ちょっとじゃあちょっと時間がないので、まあ、それはちょっとまた工夫の違いがあるだろうというふうに思います。最後、まあお二方からいただいて、終わっていきたいと思います。すいません。リスクっていうことでその50ミリシーベルト以下がどうかとかね、そういうお話されてますんですけども、まあ、これちょっと、まあ、いろいろ問題もある発言かもしれないんですけども、一つはあの緊急作業とか、あるいはこの今の収束作業、あるいは除染作業ですね、これは事故によってあの事故がなければ被爆しなくて済むんですよね。でこの事故は、じゃあこの被爆は誰の責任なんですか。労働者の責任じゃないでしょ。労働者は誰かがしないとこれ片付かないからみんなやってるわけですよ。総体として見たらそういうことでしょ。だからそこにね、なんでそのリスクとかいう話が出てくるのか私理解できないんですけど、責任を持つんだったら全員をねちゃんとあの保障しないといけないじゃないですか。健康保障とかいろんな意味のその観点が全く抜けたね答えをされているんで、私はもう全然そのこれはもう一から答え考え直してほしいと思いますよ。事故の責任を取るという立場から物事を考えてほしいと思います。それが一点です。はい、ありがとうございます。じゃあマイクいいです。答弁はすいません、9番のこと、ちょっと教えてください。ちょっと、言い方だとあれですか、その2ミリシーベルトっていうのは東電が勝手に設定してるわけだから、こちらの方で何か言う筋合いじゃないっていう、そういう感じのお話でしたっけ、さっきのは。それとあと ICRP の書かれてることの説明をされたっていうことですね。要するにちょっと確認したいんですけど、じゃあ ICRP は1から2ミリシーベルトというふうに言っていて、で、スクリーニングレベルを東電で1ミリにしてるわけですよね。そしたら1ミリ以上あの書いたって別におかしくないわけでしょう。そういうふうに、ぜひ、指導してくれませんか。せっかくどうせ測ってるんですから。
で、それと、あとあの、もう一つは、さっきあの、コバルトとセシウムでね、要するに、カウント数が比較できないっていう、比較するのは合理的ではないというふうにお話しされた。これはあれですか？その、一般論として事故前はコバルト60を対象にすべきで、今はセシウムだからってことです。それとも実際に一人一人測って、それで各種に対応して判断してますよっていうお答えだったんですか？それちょっと教えてください。まず1ミリシーベルトから2ミリシーベルトということにつきましては、まあ、その範囲内について事業者が定めるということで、まあ、ICRP 上はなっておりますね。日本の法令上もそういった、なんていうんですか、法律上こういうふうに定めなきゃいけないというのは決まっていないという状態です。で、今はその、まあ、経産省さん の、 参加団体で原子力の関係の団体が作っているマニュアルがあってですね、そこに1から2ミリシーベルトの間で各事業者が定めるということになってますので、まあ、それは一応そういう統一的な見解でやっているということでございます。ですので、まあ、それを変えるということであれば、まあ、まあ、経産省さんにもちょっとご検討いただいてということになると思いますけど、1にしてもらっていいですか？そうですね、はい、いや、それはだから事業者、東電に要請するから、はいはい、だって国はさ、逆に言うと基準作ってないとおかしいと俺は思うんだけど、まあまあいいや、うん、要望します、まあ、いいです、それは受け止めたいと思います。で、あと各種については、実行の実際の測定結果を踏まえてですね、支配各種がセシウムであるのは確認した上でやっております。はい、個人に見てる、個々人というか、まあ、個々人というか全員測ったもののデータざっと見て、もちろんコバルトもほとんど出てない状態です。はい、わかりました、どうもありがとう。さっきの経産省さんのも1から2の間は経産省はまあちゃんとそういうふうにマニュアルで書いてあるって話は見たことないんですけど、それはちゃんと今言ったような問題意識の中で1なり1っていうふうにね、揃えさせるようにやってください。それも合わせて要請しておきます。ちょっと時間が経過しております。で、第2部の方ではあれだったんですけど、一部に衆議院議員の安倍智子先生がいらっしゃっておりまして、ぜひこれを、要請をしたいということで議員自ら一応要請されたことがございまして、まあ、おそらく例の50ミリからもらえる手帳ですよね、もらった方たちの年齢構成を知りたいというふうにおっしゃっていました。というのは、まあ、私が代弁するのもあれですけれども、まあ、今後ね、その自己就職作業に従事した方たちの、その世代を超えた、何らかのやはりその健康への影響がやっぱり懸念されると。やっぱりそのことについて着目をした、やっぱり着目をした上でどうするかということをやはり考えていく必要があるだろうというですね、そういうお話を提起されました。したがって、今、少なくともまあ、手帳が交付され、あるいは、ごめんなさい、登録証ですよね。投資が交付されている人の年齢構成、まあ、要はそこで従事した方たちの、ね、年齢構成をぜひ、知りたいということを冒頭に、おっしゃっていましたので、一応それは、今日改めて追加の要請ということで、出しますので、それをぜひまた、これは、まあ、直接議員の方を、でも結構ですけれども、ご回答ください。よろしいですか？はい、年齢構成は東京電力が確か公開していると思いますので、多分公開し、多分ウェブの、まあ、奥深くで分からないかもしれないですけど、ある はずです、なんか WHO に報告してるんですね。で、それの報告した内容をちゃんと公開すべきだっていう指摘があって、でそれを公開 してるんで、そこにあるはずです。じゃあそれじゃあお伝えいただきますかね。ちょっと我々も探してみますけど、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。これで、被爆労働に関する、交渉を終了していきたいと思います。で、今日ちょっと残れる方は